マイケル・ジェフリー・ガーバーは、アメリカ合衆国、テネシー州ナッシュビル出身のプロ野球選手、右ト左ヒ2010年の MLB ドラフト40巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されたが、これを拒否して、ネブラスカ州オマハのクレイトン大学へ進学。2014年の MLB ドラフト15巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、入団した。2016年には、a 級、 エリー・シー・ウルブズでゴールド・グラブ賞を受賞。2018年4月20日の対カンザス・シティ・ロイヤルズ戦で9回裏にミゲル・カブレラの代走としてメジャーデビュー。同年は18試合に出場し42打数4、アンダー、打率。09後の成績を残した。同年12月10日、ウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツに移籍。 2019年は MLB では12試合に出場したが24打数一安打打率042と結果を残せなかった一方シーズンの大半を過ごした参加トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでは119試合に出場し打率30826本塁打オプス937の好成績を残したオフの11月12日に FA となり 12月16日にコロラドロッキーズとマイナー契約。2020年のスプリングトレーニングには招待選手として参加することになった。しかし、同年のシーズンは新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴ってマイナーリーグの全試合が中止され、マイナーリーグでの試合出場はなかった。11月2日に FA となった。 2020年12月3日に中日ドラゴンズとの契約に合意したことが球団より発表された。背番号は99。推定年俸は5000万円。契約に至った背景にはジャイアンツ時代にコーチとして主導したアロンゾ・パウエルによる推薦があったと報じられた。2021年4月3日に来日し、4月28日に一軍登録されると、 当日の試合に3番右翼手として先発出場し来日初安打を記録した。その後は出場12試合で打率。157、0本塁打、1打点、18三振と調子が上向かず、5月17日に出場登録を抹消された。一軍復帰することなく、9月19日に家庭の事情でアメリカに一時帰国したことが発表され、 10月20日に翌年の契約を更新しないことが発表された。外野すべてのポジションを守れ、特に右翼守備を得意とする。また、肩も強い。愛称は、レッドドラゴン。これは、自身が赤みを帯びた頭髪やヒゲの持ち主であったことと、2021年に中日ドラゴンズに入団が決まったことを機に、友人から呼ばれ始めた。トレードマークは口周りの赤いヒゲと、 ニューナ笑顔、ありがとうございます。